それが、1981年かな、ほいで、あの、さっき言っとったオレンジのやつがあれやね、うん、そう、後からです。うちらが多分乗っ取った時がこれになった。こっちが初期。で、こっちはこっちで、すいませんね、お待たせしております。やっぱ見始めたらあかんね。で、これが DD54。昭和46年製か。うん。おお。近いね。おお、眩しい。おお、トワイライトエクスプレス。あ、いいね。これもすごいね。時代を感じられやね。そう、この前も夏場にこの三陸鉄道で撮った時に昭和29年製の機関車走っとるんやけど、そこそこで。綺麗棒やから、真夏窓開けてガーってやったかもな。なんかおる。なんじゃあれ。何やねん。これ103系か。103系か。ね。まだ、多分奈良線。あ、ギリギリ、そうよね。奈良線と、わらみさき線にも残ってるのか。わらみさき線でも。そうやな。あとは、うん。あ、三反線とか。あ、そうやね。あっちの方にいたら。うん。あっちは魔改造。魔改造。あれ、マカネってやんな。マカイトで無理やり人形変身。そうそう。すごい話なんやけどな。その改造育て方、真相性って思うけど、そうじゃないよな。多分お金がなかった、うん。まあまあ、でもね、古い車両で大切にするってのは大事だと思って。で、意外とあの古い車両の方が、ロング、特に通勤車とかやとさ、新しいやつさ、シートが硬くてさ、近鉄なんかでも30年ぐらい経っとる古いやつの方のがシートがふっかふかなもんで、逆に座り心地良かったりするんで、で、こっちは、おお、こっちはこっちで前の、まだ使われてたやつかな、この塗装で。そうやね、あの、駿河の方とかいいと見られるけど、うんうん、E158 とかもね、台車の構造面白いよな。こっちはね、俺もないわ、うんうん、うまいところに走ってるはずなんやけど、うん、台車構造がだってめっちゃ独特やな。ここにこうやでな。これは下関か。下関、車両部です。面白いね。で、奥のこれとはライトで、で、奥にブルートインの客車がついてる感じかな。多分この東芝って書いてある時代はあれやろな。まだ東京芝浦駅が正式名やったぐらいのあれ勢いやね。そうそうそう、もともと東京芝浦電機で、それが略されて東芝が正式名になる。ニコンなんかもそうなんやけどな、日本工学なんとかね、んじゃべ。まさに昭和30何年ぐらいの現役のエレベーターがあるお客さんの家があって、怖かったね。乗るたびにワーン、ガッカンガッカンと止まるで、いつか壊れてんじゃんこれと思いながら、うんうん、食堂車ですよ。おお、これ豪華よね。エレガントだよね、やっぱすごい豪華、うん、で、これが当時の、これが、これあれか。ここは乗務員用の控室で、これって確かあれか、上が、上ベッドになってるはずやけど、上がベッドで、下が確か昼間はあの座席にできて、なんかバタンバタンって倒すと、なんかベッド代わりにもなるような、あれやったっけ。これとはまた別か。これ、あそこに。寝台使用中は禁煙って書いてあるやろ。あ、うん、じゃあ、まあ、寝台にできる、うん、あれやったから。あ、そうそう、あれあれ、あそこにさ、ちょっと引っ張るところあるやん、確かあそこからバカンってできるんじゃったっけな。さすがに全然現役時代しやんからありえないけど、でも動画ではなんかなんかそんなんね、そうやね。 EF65 型1号機、あ、これトップナンバーね、1号機、それで651か、川崎車両がね、
1965年だから東海道新幹線の月の都市やね、できた、63号系の、電化路線のため設計され、その完成度の高さから日本電機会社で最多となる308両製造、貨物用熟用、客貨療養などのグループがあり、現在でも JR 貨物で活躍していますとですね、貨物列車専用機として開発したタイプのやつです。これこの組み合わせはなかったわけやな、貨物専用やから、なんかまたこういうのが出てきてくるような流れもできてきとるけどな、最近は。そう、ヘッドマークいいよな、スロネフなんや。へえ、スロネフ25型なんや。富士重工業なんやね、スバルのところや。あ、そうなんや。車のスバルってあるやん、あれ富士重工業ね。で、こっち側は現役の車両基地ってあれやね。へー、ちょうど基地号止まっとる。こっちみんなの基地号、あ、全然ぼやけて映らん。なんや、基地は映せません、著作権の兼ね合いで映せませんってか。お、出た、ひどいもんね。あ、これちょっとその直接こうやってつながってな、それも使いようになったんやな。あ、そうやね、スタジオ通して、そうやね、入れるように作ってあるんやろな。すごいね。で、中入ると、お、